はい、ではですね、第2部の最初はですね、ビジュアルエフェクト、3D ビジュアルエフェクトとしても視点のですね、スモーク2013ということでお届けしたいと思います。弊社のですね、アプリケーションエンジニアの藤田の方からお話をさせていただきます。やはりですね、オートデスクの。 映像系の製品というとです、ね、ビジュアルエフェクトというところがあるかと思います、えー、そこのです、ね、魅力をお,です、ね、お伝えできればなと思いますそれでは藤田さんよろしくお願いします。 えー、藤田です、えー、っとスモークここ3年ぐらいですねスモークの方を担当させていただいています、えー、このセッションではですね、えー、エフェクト周り、えー、それからコンポジットを中心にご紹介していきたいと思いますまずですねデモで使う素材の方ムービーございますのでこちらのカンパケの映像の方からご覧いただければと思います、no. First. No. Now. No. The instant. No. The moment. No. Breaking news. We're just getting word into the Eyewitness News. On 13, Eyewitness News, Indiana's news leader. ニュース番組のタイトルですねの映像になってきていますで第一部の方で編集回りとか基本的なお話というのがありましたのでこのセッションですねここからはとりあえず編集までの作業は終わりましたよっていうところからですねお話を進めていきたいと思います今シーケンスの方ですね2トラックほどある状態でオフラインしたものに タイトルといううかテキストを載せたよなな状態になっていいますいくつか処理していきたいカットがあるのでちょっと見ていきたいと思うんですけれども例えばですねこういったショート画面に対して何か張り込みたいというような画面のはめ込みの合成のようなショートであるとかそれからこちらですねカメラのレンズにこうリフレクション映り込みの映像を合成したいとかって、まあ、よくあるような作業だと思うんですけれどもそういった カートでであるとかここをですねちょっと流してみますけれども、まあ、あのパトカーのシーンになってますね前後のカットでパトカーの赤と青のランプ光がこう ぐるって点滅しているようなカットですけれどもインサートカットのところにそういった効果がないのでそういったライトの効果を付け足してみたりであるとかあと最後のタイトリングの処理であるとかってそういったところを今あの一緒にやっていきたいと思いますまず1カット目ですねこちらのカットを使ってやっていきたいと思いますこちらのショートになっていくんですけれどもはめ込みの出しの素材の方ですねを見ていきたいと思います今ですね ちょっと用意しているところがあるんですけれども例えばこういうウェーブのページの外枠のものがあるんですけれどもこちらをそのままはめ込むというわけではなくってこれあらかじめですねプリコンプっていう形でちょっと作業しておきたいと思いますのでちょっとじゃあデプリケートした形でこれをですねシーケンスで別素材で開いておきましょう。これに対して例えばじゃあ どれにしよううかなということでこの映像でいいですかね。これそのままじゃポーンとタイムラインの方に出していきます。上の方に載ったものの素材ですねちょっと解像度を見てみるともともとのウェブページの素材は HD のサイズなんですけれども上の SD の素材なので自動的にですねリサイズのエフェクトが入ってきてます。まあ、すごくあのミックスレズリューションフレームレートも混在することができますので自動的にそういったところの処理があかりますよということですね。ここの リサイズのオプションを今フィルで全部取り切りの形になっていますけれどもここのオプションは切り替えることができますここではですねセンタークロップにして等倍のピクセルバイピクセルの状態にしておきたいと思いますここでじゃあドうフェクトということで位置の方を調整してあげましょうねこれで足していくと息子の部分とかっていうのも反応してくるのでスケールを調整したりとかちょっとこれだと大きいのでこのぐらいにしてあげて位置の方を ずらしてあげてっていうことで何かこのデザインの方を先に作っておきますっていうような作業を行っていきます今2トラックほどこう載せた状態ですけれどもそのまま使ってもいいんですけれどもこちらですね2つのじゃクリップを選択してですね メニューの中にコンテインセレクティットというようなメニューがあります。これあらかじめですねコンテナとして扱ってあげることもできるわけですね。今タイムラインの方のセグメントの色がコンテナの方に変わったんですけれどもこれであらかじめ出しの素材を作っておきましたというような形です。じゃあタイムラインの方に戻ってですね今のショートの方をつないであげたいと思うんですけれども画面の方をちょっとに分割にしてみましょうか。今作ったこれですね。これも閉じておきましょう 今のタイムラインの方に載せていきたいと思いますけれどもじゃあ使うところですね、えー、じゃあインポンというだけを、えー、じゃあつけておきましょうでこちらのシーケンスの方ですね、えー、じゃあインアウト間違えちゃったかなちょっと戻して、えー、シーケンスの方ですね、えー、ここのところに、えー、編集しますよっていうことオーバーライトの、えー、ボタンを使ってあげて 1>, 1個上ですね1個上のトラックに足してあげますということですねでこれで2レイヤーほど乗った状態になってきますけれどもここからですね画面のはみ込みの作業を行っていきましょうじゃあですね今画面に戻しましたけれどもさらにここにエフェクトの中から前半の一部でもご紹介ありましたけれどもアクシスのエフェクトをかけていきますねこちらの中に入っていくとですねプレビューの方をつけておきます 見えてきている形になりますけれども今取りきりな状態なので回転するとこんな状態で今このレイヤーに対してポジション位置であったりローテーションスケールといったような操作を行っていくことができますでこれフラットなままだとそのまま出せませんのでこのサーフェースに対してのタイプを切り替えることができますね例えばバイリニアにしてあげるとこう四隅にポイントが出てきますのでこれで頂点を いじってあげてというような。 変形を加えることができますしその他にもですねサーフェイズのタイプバイキュービックでハンドルが出てきたりとかこちら後でやりますけどエクスティンドバイキュービックにしてあげてポッポッという風に出してあげると格子のような形で変形を行うこともできますここではですね頂点だけ欲しいのでバイリニアのタイプを選んであげましょうで四隅に頂点ができた状態ですねこれでトラッキングに入ってあげるこの中のトラッキングのモジュールの中に入ってあげますそうすると 4ポイントほど出てきますのでここの中から画面にはみ込みたい位置の頂点のところにですねトラッカーのポイントをポン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 と設定してあげますで、順番なんですけれどもこう囲うような形ではなくて Z の形ですね1,2,3,4というような形で設定してきます3ポイント目ちょっと分かりにくい腕で隠れちゃってるんで分かりにくいんですけれどもだいたいこの位置かなというところに想像しておいてみましょうえこんな形にしときます4ポイント目この辺ですね に置いておきますでこれでじゃあアナライズっていうことをかけちゃうとう一瞬にですねトラッキングのポイント4ポイントほど拾いましたっていうような状態ですでこれでこんなオピニオンのような操作が簡単に行えるというのがお分かりいただけるかと思いますねでそのまま載せている状態だとこれまあベタで載ってますのでブレンドのタイプというものも変形することができますここではスクリーンのタイプちょっと選んで重ねておきましょうか これでじゃあとりあえずいいでしょうということでプロセスしてあげますレンダリングした状態ですね処理も非常に軽いのでこんな形でレンダリングが終わってきますよということでタイムラインの方に戻ってきます上のカットではみ込んだ素材があるような状態ですね流してみてみるとこういった形になっていますあと手前に映っているこの男の人の腕の部分ですねこちらの部分をこう上に乗せてあげなきゃいけないというようなことになってくるんですけれども 下のトラックの方からこのセグメントですねそのままもうコピーして上のトラックに追加してあげますでこれでこちらの処理にですね同じようにアクシスに入っていって。 コンポジットをしていいいきたいと思いますモジュールの方の中に入ってですねこの中でしなきゃいけないっていうのがここの部分を切り出したいよということですのでアクシスの中にあるキーアーのモジュールの方に入っていきますねでここでキーヤーの方なんですけれども通常まあ黒巻きの合成するような時に使うようなキーヤーのモジュール揃っていますけれどもここではガベージのマスクを使ってここの腕の部分だけですねちょっと軽く マスクを描いていきたいと思いますがちょっと位置の部分なので少し細かく、ですたたつは関係ないのでこんな形で取ってあげましょう。そうすするとですねここの部分が 重なってきてますのでマスクが効いたような状態ですねここの部分に対してポイントのところまとめて選択してあげてですねこちらのトラッキングの中にポーンと入っていくとこれだけ選択したもののトラッキングの画面に入っていきますこのままですねじゃあこつだけ外して。 アナライズをかけてあげるという形ですねで。戻ってあげるとそこの部分が全部終えている状態なので非常に簡単にですね、こういったマスクのトラッキングを重ねたようなものというものも操作できるのがお分かりいただけるかと思います。これはじゃあこれでワンカットできましたということでこちらも再生してみてみましょう。 ですね、今こうタイムラインベースでこう重ねるようなコンポジットっていうのをご覧いただいたもうワンカットですねちょっとこちらも見ていきたいと思いますけれどもちょっと拡大してみましょうでここのカットですね 映り込むシーン今カメラで撮ってるんですけれども次のカットで使用しているようなこの FIRE のシーンですねこれをちょっと映り込ませてみたいなというふうに思うんですけれども例えばあのメディアライブラリーの方には取り込んでるんだけれどもどこにあるかあの忘れちゃったよってクリップの名前は覚えてるんだけどっていうような場合にはこのメディアライブラリーの下のところインターフェースのところにですね検索するツールというのが用意してあります。 ですので、ここでちょっと私はファイルの名前を覚えてるので、ァイヤーっていう風に。 り間違えたけど、えー、選択すると、えー、そこの名前のものを自動的に下にリーチ、えー、とサーチリザルトっていうことで表示してくれますので、えー、ここの中から使いたいものっていうものを簡単に探してあげることができますで、えー、これですねもうそのままつないであげちゃいましょう、まあ、ドラッグアンドドロップで上のところに重ねていきます、えー、今2トラック目のところで重ねた状態です、えー、ですけれどもちょっと尺が足りない状態で 状態なんですねこれも自動的に SD のサイズかな、えー、見てみると SD のサイズなので、えー、リサイズがかかっている状態ですね。こちらの方尺の調整をしたいと思います。今度はですねエフェクトの中からタイムワープというものを使っていきましょう。でタイムワープあの よいしょ今100%トバイになってますけれどもこの中からちょっとスローにしてあげるといいかなと思うので60ぐらいにしてしてあげるとですねは弱が出てきますこれでそこの部分までをちょっとピーというふうに伸ばしてあげましょうねでこのままですね作業を進めていってもいいんですけれども、えー とその前にここを吊り込ませたいリサイズの方のオプションだけ変更しておきましょうこちらのフィルのタイプですね先ほどやったのと同じですけれどもここではそんなに大きいサイズ必要ないのでセンタークロップで当倍の方にしときたいと思います でこれでさらにコンポジットしてっていうような形になっているんですけれども2つエフェクトをかかっている状態ですこのままでここまでの作業というのはもう確定だよオッ OK だよっていうことで私はここでコミットというものを使っていきたいと思いますねエフェクトであったりとかタイムラインの FX それからコネクト FX あとはしがあるもの長いものですねここでコンソリデートしたりコミットしたりというようなことを行うようなコモだというものも揃う っていますえここまでの作業じゃハードコミットで確定してあげましょう。でえー今 こちらの UI の方ですね真ん中のところのフローを見ていただくと今まで書いたリサイズとタイムワープというエフェクトが消えているのがお分かりいただけるかと思いますここのショットに対してこちらも同じようにですねアクセスのエフェクトを加えていきますで中に入ってあげてですねまた同じような操作になってくるんですけれどもギアのモジュールに入っていきますねここでも使いたいのはここのレンズの部分に対してはみ込みたいのでマスクを 使っていきたいと思うんですけれども。ど ガベージュのマスクに使ってです、ね、これフリーハンドで書いていくこともできますしあと、こちらの方にです、ね、ちょっとメニュー小さいので拡大してみてみましょうチーマスクというところでロード、セーブというような形があります書いたものをライブラリーに保存しておくこともできますしセットアップしたものを保存してロードしてくることもできますけれどもロードのボタンを押してです、ね、デフォルトというフォルダーを開いてみるとあらかじめデフォルト のいくつかのこういったマスクのパターンというものをご用意していますので例えばこういう円形のものであったりとかしたらこちらから読み込んであげた方が早いかなと思いますのでちょっとしてしてガベージで書いていきますで1000円じゃないのでですねここの方はじゃあちょっと調整してあげましょうね えここからじゃあスケール使っちゃおうかなと思うのでえこれでもう少し,よし縮めてこのぐらいにしてあげてですねあとはハンドルがこれだとちょっとカーブがあんまりなので少しと1000円に近いような形に修正してあげましょう。こんな形 例えばしときますで、えー、このままだと、えー、こういったくっきりした形ですね、えー、オフセットで中にこういうふうにボケ足っていうものをまたけますので、まあ、アドバンスグラジエートで内側と外側に対して足す、えー、っていうあのボケ足変えてっていうこともできますけれども、えー、ここではですねシンプルにオフセットでボケ足の方をソフトネスの方を設定しておきたいと思います。 えこれで1000で、ね、円のところマスクが切れたんですけれども、まあ、レンズこちらはめ込む方の絵がレンズなわけですねでレンズあのこういうふうに凹凸があのもちろんあるわけなんですけれどもでここで使っていただきたいのが1、うん、個戻りましたこちらのサーフェイスのタイプですね先ほど紹介したエクステンドバイキュービックを使ってみましょう。 でメニューの方からポンポンと選択してあげるとこういったあの格子の形で分割することができるようになっています。でこれ気をつけていただきたいのがあの調子に乗って何回も押して細かくしてしまうと動作が遅くなったりとかえっ、ー、とルーで戻れなくなったりとかしますのでこれは必要な格子になるぐらいの分割数までしていただくといいかと思います。 でここでですね、えー、じゃあ真ん中のポイントが分かりやすいかな今真ん中のポイントを選択しましたけれども、えー、こちらをですねじっとグーッというふうに前の方に持っていくと、えー、ちょうど凹凸がこうレンズの歪みのような効果っていうのが、えー、簡単に起こせるのがお分かりいただけるかと思うんですねで、えー、ちょっとトップビューで見てみましょうか。 ちょっとあまり関係なないかなこういった形で今カメラから下にある状態ですね、えー、見ている状態ポイントをあの変更するあの移動させるだけでこういった歪みっていうのを簡単に作ることができますでもうちょっと脇の方はですね、えー、じゃ逆にもっと奥に持ってってあげて。 っていうようよな変形ですねこれ非常に簡単に行えるっていうのも常時使いやすいかなというふうに思うんですけれども、まあ、形状はこれぐらいでいいでしょうとえじゃあこれもですね後ろ当然動いてるのでトランキングしなきゃいけないということになってきますえ1個ですねキーヤーの中はえ抜けてもらっちゃいけないねえー、っともう1回入ってですねキヤで 何をしていたかというと、こちらですね、今ちょっと飛んじゃいましたけれども、今動いているところ、じゃあスケールをオンにして、こちらの方にも軸に対してのトラッキングっていうものがありますので、ここもスタビライザーのモジュールの中に入ってきますよということですね、トラッキングのポイント、じゃあ画面の方からちょっと暗くて分かりにくいんですけれども、ちょっとパターンがあるようなところを設定していきたいと思いますね。例えば、この辺のうちに2ポイントほど設定しておきましょう。 これでこれもトラッキングしてあげると。 ま暗いんですけれども非常にえこんな形で精度の高いようなトラッキングが行えるのがお分かりいただけるかと思いますあと位置ずれてるところですね調整してあげたいと思います今全体に対してレイヤーに対してえ今トラッキングかけたんですけれどもこのアクシスの中にはオフセットとえ分かれた形のパラメーターを持っていますでえこちらのオフセットを使ってあげてじゃあ位置の方を調整してあげてスケールを調整してあげてというようなことがえ行えますで こういういうにね軸で全体に動かしてあげても当然あの形状があ,のあるものですからばっちり合うというような形にはならないと思うんですねえそういうところはこのエクステンドバイキュービックでちょっとポイントえ選択しますけれども選択してえそこの部分だけを調整してあげて形をもうちょっとこれはこっちかなこのぐらいにしてあげてちょっとじゃあ こうしてこうしてというふうに形に合わせて変更してあげるっていうところが非常に便利にコンポジットできるんじゃないかなというふうに思います。でこれもですねあとなじまわせ方ということになってきますけれどもこちらもトランスペアレンシーでちょっと透明をつけておきましょうか。こんな形にしておきます でこれでワンカット進めてみると、えー、こんな形でできましたよということですね、えー、戻って、まあ、レンダリングしてないけど、まあ、再生して確認することができますね。 ということで、まあ2カットほど今簡単なコンポジットというものをやってみました。このようにスモークでは、まあ、タイムラインベースでこうレイヤーというかトラックを上に重ねていくということで、まあ、シンプルに簡単なコンポジットということを行っていくということができるわけですけれども、次はもうちょっと複雑にですね、もうちょっと込み入ったところの処理というものを行っていきたいと思います。こちらのカットですねになりますけれども、ちょっと拡大してみましょう。 で若干ね暗いのであらかじめですね、えー、カラコレをつけておきたいなと思います少し持ち上げておいてこのぐらいにちょっと極端にしときましょうか、えー、こんな形にしときます。 でここからですねコネクト FX に入った処理をご紹介していきたいと思うんですけれどもコネクト FX の入り方ですねいくつかあのやり方がございますちょっと細かいんですけれどもこちら見ていただくとですね、まあ、デフォルトでクリエイトコネクト f x というボタンが左側にあるんですけれども何もしない状態で入っていただくと今クリップがあって CFX ノード ですね、アウトプットのノードがつながっているっていう状態え元の絵がカラコレが反映されてないような状態でコネクト FX に入っている状態ですえこういう入り方で今出てくるとえこちらのインターフェースの方を見ていただくとクリップがあってコネクト FX があってその後にカラコレをかけてるよっていうようなワークフローになっていますえこういう流れもう一つですねじゃあちょっとアンドゥで戻ってあげてですねえもう一個の方を見ていきたいと思うんですけれども アドエフェクトっていうことでですねこれも拡大して見てみましょう、えー、ここ見えるかな、えー、このボタンの下にジェネレートコンポジットっていうオプションのボタンがここにあるんですねで、これを入れて私もう一回コネクトエフェクトに入ってみます えと一瞬考えてますけれども今あるこのエフェクトであるとか例えば複数の,あのトラックレイヤーを重ねた状態で入ってあげても同じなんですけれどもこういった形のカラコレのノードに変換してでアクションでつないでというようなコンポジットにジェネレートした形でコネクト FX に入ることもできますこの2点あともう1つありますけれども代表的なところでこういった入り方がありますじゃあですねあのコンポジット今度は タイムライン上からのコンポジットの離れてアクションを使ってコンポジットを行っていきたいと思いますね。ちょっとメニュー邪魔なので消しちゃいますけれどもアクションのメニューを開いていってですね今同じあのこれ素材でいいと思うのでノードの方ですねインプットをちょっと足していきましょう。1個,2個、2 でフロントマートというふうにつなげます。でバックグラウンドはですね、同じ素材の元の絵を使っていできます。アクションのスクマティックを見てみるとね、こんな2つの イメージができているのがお分かりいただけるかと思うんですけれどもこちらの方ですね例えばこれもう人の方ですねちょっと切ってあげて手前にせっかくアクションを Z の奥行きがありますので Z の空間を使ったコンポジットというものをやっていきたいと思いますこちらアクションの中のメディアリストの中で使う素材の方をこうリスト化しているところなんですけれどもこちらにもキーヤーのモジュールに入っていく形があります でここで画面を2つに割っておきましょう入っていただくとですねもうあのキーヤ、えーのキーヤーとか、えー、使うものっていうものがあらかじめノードで組まれている状態なんですけれどもここをプリセットでスタートのモードを変えることができます今私ですねマスクだけが必要なので J、えー、マスクのノードに変更しちゃいますでこれで G マスクのモードになってきますけれどもえ、じゃあです、ねえ、ここのえレポーターの人の部分だけ切り替えていきたいと思いますね。えここでじゃあ、アクションの G マスクのえこちらの中から、よいあとで,後でえちょっとざっくりですね、書いていきます、ね、こんなふうに。 いいから見にくいんですけれどもちょっとででもなのののマスクの方のちょっといい加減なのですけれどもお許しくださいということで書きましたでこれ自体もですね、まあ、トラッキングが非常に出てくる多く出てくるんですけれども、えー、軸の方で取ってあげましょうこちらもモジュールの方に入ってきますね、えー、ここ分かりやすそうなところで取っていきますけれどもこんな形にして。 で大体のところですね今軸で取れている状態ですのであと微調整あのシップに関しては微調整でザクッとして動かしてあげてってことですねちょっとこういうところはリアルタイムでこうスクラッチでやるとあれなんですけれどもまあじゃあ大体このぐらいにしときましょう。 こんな形で切り取れましたっていうことですねになります。 マスクが取れたのでアクションの元の方に戻っていきますね。今こちらのスケーマティックを見ていただくと背景あるものと人物だけ切り出したものと2つのイメージが見えているかと思います。ここでですね、Z 軸を使ってコンプしていきましょう。ちょっとイメージの方ですね、これちょっとトップビューから片方の方を見ていきたいと思いますね。今000という原点の位置に2つのレイヤーがあるんですけれどもこちらですね、手前の方にぐーっと持ってくる。 当然ですねカメラに近いので絵がずれてしまうというような形になると思うんですねここも便利なので覚えておいたらいいかなと思うところの機能でオートスケールという機能がございますこちらの方デフォルトでオフになっているんですけれどもオンで有効にしておいてもらうと、まあ、Z なりスケールなりっていうものをいじった時にカメラから見た絵っていうものを変えずに Z の奥行きだけを変更するっていうことができるようになっていますこのぐらいにしておきましょう これで2つのレイヤーを手前にこう置きましたというような状態ですね。ここにじゃあ何をするのということでライトを加えていきます。 結構ですね今追加しました今ここも原点のところに追加しているんですけれども1つ目のライトの方はですねちょっと補正用の周囲光にしたいかと思いますえこちらのライトのタイプアンビエントでえ、まあ、あの補正用のライトの方で選択しておきましょうもう一個ですねえちょうどこの2つの Z のレイヤーの間のところにちょっとレイヤーとして持っておきましょうか例えばこの辺に置いておきますここでですねちょっと面白いあのエフェクトとしてえレンズフレアというもの ものがありますのでこれ追加していけますねライトに対してその下にレンズフレア追加するとこういった形でレンズフレアの効果をシーンに足すことができます当然 3d の空間の中に置いてますので手前に物があれば光源が後ろにかければあの隠れた形になるっていうのはあのご想像の通りかなというふうに思います でここではなんですけれども今私が欲しいのはグローのテクスチャーだけなんですねここあらかじめデフォルトでこういったリングであったりステークであったりとかっていうものパラメトリックなテクスチャーとしてご用意した形になっているので好きなようにですねカスタマイズして使うことができるんですけれどもここはグローを残してあとは消しちゃいましょうと。 でグローのパラメータを見てみると、えー、色がここで設定されているわけですね、えー。ここをパトカーの,あの点滅にしたいのでちょっと色の方を変更していきましょう、えー。ブルーっぽい色にですねでこのグラインにしてあげて少し締めとけば、えー、次のところをちょっと暗めにして。 こんな形にしておきます今、オートキーが有効になっているので頭のフレームでこの色が設定された状態になっています。1フレーム進めてですねここの色を赤にしちゃいましょう次も赤の色にしちゃいましょうこれで1個2個っ点滅が2個設定された状態ですね。アニメーーションのカーブを開いて見てみましょう あ見てみると今。 2フレームですね1フレーム目と2フレーム目というものがついた状態ですここのアニメーションのカーブ自体もですね今デフォルトでベジェになっていますけれどもほこやかにコンスタントであるとかリニアであるとかというようにタイプを変更することができますそれからキーフレームがついている外の部分に対してのエクスポラレーションですねここも変更することができるのでリバースプラスサイクルということでこう繰り返すようなカーブにしていきたいと思います これで青赤,青赤青赤というような点滅するような効果というものが作れた状態です。で、これ1個だけじゃなくて、交互にしたいので、ちょっとここは抜けてですね、ブランチでこれごとですね、ディプリケートして、じゃあちょっとコピーしておきましょ一応分かりにくいので、ちょっとずらやしておきましょうか。どっちか、このぐらいにしておきまょで、えっ、ー、と、ちょっと抜けてしまって。 たのでもう1回ちょっと入らせてくださいねで、えー、とスケーマティックがこちらのパラメータですねこれもアニメーションのカーブを使っていきましょう、えー、ここのキーフレームの方ですね、えー、選択してあげて、えー、今度は逆の動きにしたいのでカーブの中からですねリバースを選択してあげますこれでですね、えー 簡単にアニメーションがこう複製されたというような状態になってきているかと思います。で1個まとめて動かしたいのでアクセスウォをーー追加してこんな形にしてということですね。こうプリーで見てみると今こんな形になっているんですけれどもライトのパラメーターですね、今全方向にこうライトがあの照らしているというような形になっています。こちらスプレートをグーっていう風に絞っていってあげると。 スポットライトの効果を得ることができますので50ぐらいに例えばしてみましょうかこちらもじゃあ50ぐらいに設定してっていうことですねにスポットライトにしましたあとこう回るようなアニメーションですねローテーションのカーブでつけていきましょう例えばこっちは初めをじゃあ180ぐらいに設定してこっちはじゃあ0にしておきましょうかで最後のフレームで どっちだこれをじゃ900ぐらいにしてしこっちはしてっていうところでこう回るようなアニメーションっていうのも簡単に作れちゃいますね。はい、でまとめてこれもちろんあの手前の動きっていうのも動いてますので、A、1のじゃあまとめた調整の方だけを。 のぐらいのところで始まって、えー、手前に持ってこいか。ちょっとさちゃういうようなこういうライティングの効果っていうのもですね非常に簡単に行えます。ちょっと掛け合わせですけれどもこれでじゃプロセスして見てみましょう。 で前後のカットがパトカーのこう点滅のショットなのでつなぎでちょっと見てみましょう。でこう立ちの効果というものも非常に簡単に行えるかと思います。で最後にですね、最後のカット見ていきたいと思います。タイトルカットですね、最後のカットになります。こちらも ConnectFX に入っていきましょうシンプルにですね、えーまあ、クリップだけで入った状態です、えー、こちらのノード非常にたくさんありますのでいろいろ試していただければなと思うんですけれども1個ブラーをじゃあ追加して1個だけ見てみましょう、えー、プラーのタイムもいくつかありますね、えー、GPU 使っているのであのオペレーションこういう操作というのも非常に早く行われているのが分かるかと思います、えー、ガウシアンの他にもラディアルにしてあげるとこんな効果ですね こんな効果っていうのも非常に行えますしいろんなタイプを除いていますでここではデフォーカスを使ってみましょうか例えばこれも極端にやった方がいかって100ぐらいにしてで今レンズの効果っていうものがここに合っているんですけれどももうちょっと。 丸い円形の形に昔しを加えてというような風に非常に高速にですねこういった濃度の効果を使えることもできますでここにですねタイトルを載せていきたいと思うのでまたまたですねアクションですねつないでいきますでアクションの方の中に入ってあげてですね今スケバミティック見てもデフォルトのカメラがあるだけなんですけれどもここでまあタイトルよくまあ皆さんあのフォトショップのファイルとかでデザインされたりレイアウトされたりっていうことが多いかと思うんですけれども けどもえフォトショップのファイルですね読み込めることができますインポートの中からですねえ。今、タイプをフォトショップに切り替えましょうえ。photoshop のファイルを読み込んであげるとですね。 Photoshop で組んだレイヤーの構造のままにあのスモークの方のアクションの中に取り込むことができますのでそれぞれのレイヤーに対してあのイメージとアクシストっていうものを持ってますからこの中で動きモーショングラフィックスですね組んでいくっていうことが非常に簡単にできるかと思います例えば、えー、と時間がないので1個だけちょっとやってみたいと思うんですけれどもこちらもですね、えー、じゃあちょっとすみません でえー、と決め位置をじゃあこの辺にしてあげてですねこれをセットキーとかで頭でグーっとしてあげるとかで、えー、何かいいかなじゃあこれが分かりやすいのでこれはフェードインするような形でっていうことで頭でいくかえっ、ー、と ここで、ちょっと1個だけですけれども、まあ、こういった動きというのは簡単に行えるわけですね。2D のグラフィックはこういった形で取り込んでいくことができますけれども、これだけでは面白くないよということであれば、今度は、ね、3D のようなジオメトリを取り込むということもできます。で、インポートの中で,です、ね、今度は PSD のタイプから FBX、もしくはまたアレンビックなんかもサポートしているんですけれども、切り替えていただくと。 今ロゴの部分だけです、ね、あの CG で作ってもらったものがありますのでこちらの方を追加してみましょうこれもライトを追加すると、ね、セージングがかかってきますので今読んだものがこちらですねもうちょっと手前の方にライトの方だけ例えば。 持っていってあげるとこんな形でジオメトリーの方がきますでジオメトリーオブジェクト FBX 経由で持ってこれるんですけれどももちろんテクスチャー付きアニメーション付きそれからカメラやライトやいろんなものを取り込むことができますタイトルなんかはこういったシンプルなどこであったりとかっていうものを持ち込むことが多いかと思うんですけれどもこれでですねちょっとだけやっときましょうか 形にしきますね、で、えー、この、まあ、テクスチャーつかないで持ってきたジオメトリーの状態なんですけれどももちろんこちらの中でですね色を変更したりっていうことが、えー、できるようになっていますでも、えー、ここではですねせっかくコネクト FX の中に入ってますので、えー、ちょっとノードを使ってテクスチャーを使ってみましょうで、えー、この中にですね例えばグラデーションを作る ノードがありますのでこれを使って簡単にテクスチャーを変えていきましょうね例えば赤にしてあげてこれもじゃあピックで赤にしてあげて少しピックで赤なんだけどちょっとこう上げた形ハイライトが入ったような形ですねでこのラインでグラデーションの方向とかも決めることができるのでこんな形のテクスチャー でもう1、ねえー、つ色を変えてあげて、ですね今度は、えー、黄色の色だったと思うんですね。えー、黄色の色にしてあげて、えー、ゴールドっぽいかな。ちょっと失礼。えっ、ー、と、ピックでいこうか。こんな形にしてあげて、ここもピックで少し明るくしてあげてっていうような。 形で簡単にあのテクスチャーなんかもこう作ることができますのであとはアクションの方でノード足してあげてですねよいしょフロントだけでいいと思うのでつないであげますとスケマティック見ると自動的にこうイメージがシーンに作られてきてるんですけれどもこちらのジオメトリーの方に対してですね 文字の方から13という文字の方からいこうかな。こちらはアクションの瓶の方からマップのタイプ、スモークのマックの中にはですねマッピングのタイプ3つほどご用意しています。基本的なものですね、リフューズマップ、リフレクションマップ、ディスプレイスマップというような形でありますので、この中でマッピングということも行います。じゃあ、黄色を貼ってこちらには メディアがこちらです、ね、赤い方のマップを貼ってっていうような形で、えー、ジオメトリーであったりテクスチャーであったりっていうような処理が、えー、こういった形で簡単に作っていくことができるので、えー、こういうタイトルのアニメーションというのも簡単に行えるわけですね。でちょっとですね、えー、時間が今日は少ないのでセットアップがあるものを読ませていただきたいと思うんですけれども、えー、このクリップかな、えー、見てみましょう。 今あらかじめ作ったものです,、ね、あります。このクリップにコネクト FX がついている状態なんですけれども、ここのエクスプロードワーンということで開いてあげるとクリップのコネクト FX 付きのものが展開されますので何かに何かを持っていってマージしてあげてというような処理とかっていうのも簡単に組んでいくことができますね。これでつけたアニメーションというものがこんな形になっています。 ライトの効果とかっていうものを追加したような状態ですね非常に深くですねあのクリエイティブなことっていうものができますので是非ですね皆様にこういったところまで使っていただければと思いますというところでこのセッションの方は終わりにさせていただきます